さあ、本日お久しぶりのキノコの唐揚げシリーズ、こちら大黒本しめじ、本しめじを使った唐揚げ作っていきたいと思います。拍手。はい、やっていきます。で、まあ、今回この1パックにするんだけど、最近よくこれ見ません？スーパーで。昔はね、なんかちょっとなんかすごいのあるなと思う感覚だったんだけど、最近なんかどこのスーパー行ってもこの本しめじ見るんだけど、これ本しめじって普通のぶなしめじと違って、香り松茸味しめじのしめじはこの本しめじのことを言うらしいです。ぶなしめじとはまた違うらしいですね。まあ、で実際僕たちこれよく食べるんだけど、本当に美味しいよね。しっかりとしてるんで、今回はこちらの本しめじを使っていきたいと思います。すげえピントあって気持ちいいんだけどこれはい、じゃあやっていきます。で、まずちょっとこの根元の部分に軽くね、おがくずがついてるので、こちらだけちょっとキッチンペーパーとかで取ってあげます。意外とさ、こういう料理ってさ、パスタとかさ、天ぷらとかっていうのに聞くんだけど、そうだね、唐揚げっていうのはあんま聞かないと思うんですよ。ただ唐揚げにするとめちゃくちゃ美味しいですから。でもなんかもう実質ちょっと可愛いエリンギだよねこれに顔つけたらもうちょっと可愛いよね。キャワ俺たちの表情が映んねえからさ表情映しとしました。俺のこの顔。はい、じゃあまずこの入ってるやつで、ちっちゃいのは2分の1でいいかなと思うので半分にカット。で、まあ、キノコはね、できるだけ水洗いはせずにもう拭いてあげるだけ、汚れが目立ってるところ。三男かな今のは。これが次男。あ、そういうことね真っ二つにしたで、これちょっとこれはね、まあ別に2分の1でもいいんだけど、ちょっとさすがに大きいかなと思って。いや、でもいけるないけるな。大きい方がこれだけがでかいかな。ちょっと大きいかな。いや、いけるな。いけるな。いけるな。キノコだしね。あ、いけるな。ということで、じゃあもう2分の1で大丈夫です。もうこれで終了、包丁は。で、まあ今回のやつは別にまあ大丈夫かなって感じだったんで、2分の1なんだけど、ちょっと大きすぎるって場合はもう半分にカットしてもいいし。3等分。そうそうそう。でも大丈夫なんで。まあエリンギをカットするときと同じ感覚で。では、ここにね、いつも通り味付けしていきます。まずお醤油。大さじ1杯。今回はお酒じゃなくてみりんだけにしようと思う。思う。言い切ったけど、思う。でも、お酒とかってね、臭みを消したりとかもあるんだけど、まあ別にキノコなんでね、特に臭みもないし、甘みを足したいんでみりんにしようかなと。で、ニンニクと生姜は、今回は本しめじの味をね、しっかりと味わいたいので、ほんと、少し小さじ3分の1ぐらいかな、のニンニクと生姜。まあ同量ですね。まあ、風味付けって感じでいいかな。まあ、やっぱ味しめじのこのしめじのね、味を味わいたい。今回だから本当に必要最低限の調味料だから、いつもよりもっと簡単だよね。はい、もうこれだけ。そしたらちょっとよく混ぜます。まあ、最初まずこのニンニクと生姜をね、醤油にちゃんと溶かしてから、あと、まあキノコはね、もし保存効かしたい場合は、もしたくさん買った場合はキノコは冷凍した方がいいよ。ただキノコは水洗いせずに冷凍するした方が、ドリップが出ちゃうんでね、そのまんま冷凍しとけばお味噌汁とかにダイレクトにボンって入れるだけでより美味しいキノコが味わえますよっていうキノコの豆知識ね。じゃあこんな感じでちょっとしめじなじませときます。その間に衣作ります。では今回の衣作っていくんだけど、いつもはね、僕結構片栗粉だけだったりとか小麦粉と片栗粉を合わせたりしてるんだけど、今回はちょっとね、いつもと違ってこちらのコーンスターチと小麦粉、こちらの2種類を合わせていこうと思います。まあ1対1の割合で大丈夫なんだけど、コーンスターチだけだとね、ちょっと衣つきづらいんですよ。なんで、まあコーンスターチ大さじ2杯と山盛りディーヤ、キノコの量がそんなに多くないんでね。で、あと同量の薄力粉、小麦粉ですね、こちらも大さじ2杯。カリッとする感じで、あとコーンスターチ結構薄作りになるんで、衣が分厚くもなりすぎないのでちょうどいいかなと。で、まあちょっとよく混ぜて、今回はコーンスターチと小麦粉、まあもちろん片栗粉だけでもね大丈夫なんだけど、ちょっといつもとはちょっとこのこっちがねシンプルな分、ちょっと衣をね少しだけ工夫、一工夫して、時間が経ってもね、こっちの方がそんなベチャっとならずにね、おすすめです。じゃあやっていきますよ。まあ軽くね味がつけばいいので、あ、でももう水分がだいぶにじみ出てきてるね。柔らかくなってきてる、浸透圧で。はい、そしたらこちらもう 2,3 分ほどでいいです、つける時間はね。そしたらもうこの衣につけて、衣はねがっつりめに
はい、つけたらいつも通りちょっとなじませます。で端っこでね、なじませてちょっと水分浮き上がらせます。でこんな感じで衣をつけていってください。水分は切らずにね、うん、水分生かして衣をつける感じだよね。そう、このタレをね、うまく利用してあげて。で今回のキノコみたいなやつだったらね、フライパンで揚げても全然、うん、揚げ焼きでも簡単なんで。大丈夫だよ。僕はたっぷりの油で揚げるのが好きなんでやっちゃうんだけどね。あ、こんな感じで、わかるかな、衣つけてたのがだいぶこんな感じでにじんできてますね。こうなれば大丈夫。じゃあ揚げていきます。揚げていこうと思います。油の温度はもう結構ね、高温で一気にカリッと揚げちゃっていいので180度まで揚げてください。で、あの鶏肉とかと違ってね、余熱で中までじっくり火を通すっていう作業もいらないので、もう最初から高温でカリッと揚げちゃいます。はい。ただまあちょっと高すぎちゃうとこの醤油の部分が焦げちゃうかもしれないので、まあ180度ぐらいまで温めた後これ入れたら温度が下がって170ぐらいには下がると思うので、こんな感じでいい。では揚げていきます。あ、優しい音。今回も一度に揚げ切れちゃいますね。はい、で入れたら最初触らないで、まあちょっと分厚めではあるんだけど、キノコなんでね、揚げ時間も短くて大丈夫なんで、基本的にはもう色で判断って感じで大丈夫です。入れても2分ぐらいかな、 2,3 分か。で、まぁ、30秒ほど放置したら、こういうふうに、ちょっと空気に触れさせて、うるさくっと。うん。いや、もう絶対美味しい。で、これで今ね、1分30秒ぐらいはやったんだけど、まぁ、2分でいいかな、やっぱり。もう、色合い的にもすごくいい感じになってます。もうこれ絶対美味しい。オッケー、じゃあ2分経ったので取り出します。こちらで本しめじの唐揚げ完成。じゃあ実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。乾杯。ちょっとね、量が少なかったねそうだね、結構大きいからいけるかなと思ったけど、やっぱもう一パック必要だったね。あー、でもいい感じ、まだサクッとしてる。いただきます。いただきます。やっぱりさ、この味付け、ザ・定番の唐揚げの味付けですげえ美味しいんだけど、噛めば噛むほどさ、キノコの旨味がね、肉汁じゃないけど、この水分ね、すごいね。今までの、その、椎茸とかもすごかったんだけど、一番ジューシー。めっちゃ美味しい。で、最近さ、作ってる片栗粉、あれはさ、もちろんさ、美味しいんだけど、やっぱり小麦粉も入ってることによって、しかもコーンスターチじゃん、うん。生地がね、結構しっかりしてるんだよね。で、皆さんに伝わってるかわかんないけど、薄衣なんだけど、めちゃくちゃサクッとしてる。うまっ。まこれはマジで、あの噛めば噛むほど美味しい。美味しい。めちゃくちゃご飯に合う味よ。もうこぼちゃんも早速もう前を行かないと、もう今日はこれはもうちょっと前をディップして。あ、音するわ。うんま、あと軽やかだよね。もうない。うんま。いやでもさ、もちろん片栗粉でもさ、めちゃくちゃ美味しいんだけどさ、ちょっと衣変えるだけで全然違った唐揚げになるね。しかもこういうさ、ダイレクトに素材化したものはさ、うん、特に歯ごたえもある感じだよね、うん、もう終わりよ。やっぱマジでミスったわこれは少なすぎた、ね、もうね、あと3パックぐらいいけるだってさ、いただきます。じゃあ縮んでるよね縮んでるうーん、
うわ、でももっと食べたかった。ご飯だってご飯が残っちゃってるもんね。足りない、おかずが足らなくて。ということで本日はですね、本しめじのやみつき唐揚げおこちゃんに作っていただいたんですけども、はい、やっぱね衣がね、うん、薄付きのサクッとした衣が好きな方はもう絶対大好きだと思う。あのちょうどいい塩梅なんだよね、うん、でさ一時期さめちゃくちゃザクザクのさ唐揚げが入ってたじゃん。でも結局さ落ち着くとこってこれぐらいの衣がね、うん、やっぱいいかなっていうのがねちょっと個人的な感想なんですけど、あの同じようにね思ってる方がいらっしゃったらぜひね作っていただけたらなと思います、はい、で今回の場合は片栗粉じゃないんで時間が経ってもそんなギトギトしないんですよ、うん、なんでお弁当とかにも向いてるかなと。まあプラスね米油使ってるっていうのもあるんですけども、ぜひねあのお弁当に入れる際はね同じように作っていただけたらよりねなんか片栗粉との違いがね、うん、楽しめるんじゃないかなと思います。あと本しめじをねまだ食べたことがない方は、うん、ちょっと本当に一回食べてみてほしい。まあもちろんねこの唐揚げでもいいんだけど普通に焼くだけでもね全然めちゃくちゃ違うんだよね。本当にねあのキノコの味がめちゃくちゃ感じられるっていうのと、うん、ジューシーだよね。そう本当お肉っていうのは言い過ぎかもしれないけどそれぐらいキノコにこんなに水分があるんだっていうぐらいジューシーなんで、ね、ぜひね食べていただけたら。でもできれば唐揚げでやってほしい ね、 あの癖がないからね。癖がない、強いんだけど癖がないから、あの椎茸とかがね苦手な方でも全然、うん、絶対大好きだと思う。全然関係ない、ちっちゃい子は特にやばいだろうね、うん、食べやすいと思うのでぜひこんなに言ってるのにまあ、まあ足らなすぎたね。びっくりしたわはい、ということで本日は以上になります。とっても簡単で美味しいのでぜひ皆さん作ってみてください。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ、バイバイ。